はい、こんにちは、黒でこわい Z です。はい、今日はねこれですね、茶色い袋、うん、これのレビューをやっていきましょうっていう、まあ話じゃないんだけどさ、郵便受けにこれがポンと投函されておりましてですね、うん、まあ僕もほら細々したパーツとかネットでたくさん買うんで、毎日ねいろんなのが届くんですけど、それに紛れてねポンと入ってたんで、ささっとパーッと開封しちゃったら、実は自分が買ったのじゃなくてびっくりしたっていうね、身に覚えが なさすぎてびっくりしたっていう、まあ経緯があるんですが、でこれ何かっていうと、まあすぐ分かったんですけどね、僕のチャンネルのリスナー様、ソロブジオンさんから支援物資が届いたと、まあそういうことなんですね。うん、僕ほらあの概要欄にAmazon の欲しいものリスト載せてるじゃないですか。それをソウルオブジオンさんがですねポチってくれて僕のところに届きましたと、そういう、うん、あのお話だったと、うん、嬉しいですね。びっくりしました。最近だと何注文したかな、こまごましたの、いろいろ注文しすぎてあれなんだけど、キャロムの塗料とかさ、まあ、その辺も、まあ、注文したんだけど、でカメラのマイクの調子が悪くてね、ピンマイク買ったりもして、そういうの待ってたんだけど、形状的にピンマイクだろうなと思って、バッとアマゾンだしさ、バッと開けたら全然違ったっていうね、うん、そういうオチですが、で早速ね何が入ってたかっていうと、じゃーん、これっす、 G&P、 うん、じゃーん、これです、 G&P エアソフト MWS ね、パーツシリーズ、これですよね、丸い MWS ローラーボルト、アイテムナンバー MWS002002、 なるほど001が気になっちゃうけどね、うん、これね欲しいものリストに入れてたんです、うん、なんかほらすげえ変わりそうじゃないですか、これ入れるとっていうか、まあ思いね、リコイルバッファーでも入れればもっと変わるんだろうけど、これはねそのボルトの前進後退のスムーズさをねローラーで、うん、補ってくれるっていう部品なんでね、これがねほんと銃のダメージが減りそうで、うん、ね欲しいものリストに入れてたんですが、具体的に言うとこう通常分解してね、よいしょと、そうするとこうボルトキャリアが取れるわけですけど、こいつです、このここの部分、このパーツ、これを交換するもの、ここからこう交代するわけですからね、うん、ここだいぶ当たりがついててね、摩耗してる跡もあるんで、やっぱりこういうパーツが入ると全然違ってくるのかなっていう印象はありますよね。うん、ね、なんでこれをやってみたいなと。でこの M4MWS もあのレビューは したはしたんだけど、今みたいにねちゃんとデータ取ってみたいなこともやってなかったんで、これもねあの箱出しの状態、まあ多分純正だと思うんで箱出しの状態でやってみて、ね、分解組み立てとかもやったりしてね、うん、でパーツ入れてってどんな風に変わるかっていうのをやっていこうと思ってね、うん、いやまだ先にはなると思うんですけどね、動画にしていけるのはちょっとまだね、今ね発火させたいモデルガンもあるしね、あの他に提供していただいたお品物で動画にしていきたいのもあるんでね、立て込んでる状況ではあるんだけど、まあおいおいやっていこうかなという感じです。ということでね、あのこのソウルオブジオン様から提供していただいたお品物も入れてデータを取るみたいなことをやっていこうかなっていう状況ですね。うん、だいぶ先になると思いますが、ものすげえ先になると思いますがね、今日の動画もうこれでおしまいなんですけど、支援物資いただきましたと、非常にありがたいってね、嬉しいですっていうご報告です。で、あのこういった形でね物資を提供していただいた方には皆さん返礼としてね、まあ僕のこの机にも貼ってある、まあ歴代のステッカーなんだけど、まあ今はこの2つか、この2つのステッカーが現行品なんでね、うん、無料配布もやったけど、これ送りつけさせていただきます、勝手に勝手にっていうかこう入れて、持ってるかもしんないね、ソウルオブジオンさんね、古いのも配った時もあるからもう持ってるかもしんないけど、まあまあ追加で送っとくんで、このホログラムのやつはあの無料配布とかはしてないものなんで、ね、あのぜひどっかに貼るなりしてもらえたら嬉しいです。
こんな感じですね。うん、ということでね、今日の動画はこれでおしまいですね。ソウルオブジオンさんから提供していただいたこのパーツが活躍する日が楽しみですね。うん、僕も早く使ってみたいね。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし、転がるよ